はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加代真里奈です。今日はですね、先日電突者からのね、録音電話を、録音音声をですね、 YouTube 上にアップロードしたところ、多数ね反響があって、それからね、心配の声をいただいて、皆さん本当ありがとうございました。本当にね、YouTube なんで、リアルなところという感じで、その録音上げたんですけど、そのエンタメ的な、感じで、その後にですね、時系列的にうちの従業員が電話に出て、私は個人的に会いたいって言って、仕事以外の用で個人的に会うっていうのはできないですって、本当にですね、丁寧にお答えしたところ、その対応が失礼だって言って、クレームのようにね、本当にうちの従業員がバーって言い出して止まんなくて、うちの従業員が電話を切ったところですね、さらに折り返しが来て、そこで、出なかったところ、留守番電話に、留守電が入ってました。それをちょっと今からあげたいと思うんですけれども、一言だけなんですけど入ったんで、それをちょっとエンタメ的な、ね、感じであげたいと思います。で、その後にね、さらに留守番電話が終わった後にもう一回かかってきたんで、私がですね、従業員との通話記録とか全部聞いて、これはね、非常に悪質なクレーマーだなと思って、私が電話に出て、対応させていただいたというのが、実は流れだったんですね。で、一部ではね、パチンコ関係とかね、地面師なのではないかとか言われてるんですが、全然まさに、ね、そういうことはないと思うんですが、次来たらね、即刻ね、録音して、もちろんアップロードしますし、警察にもね、突き出していきたいと思っておりますけれども、本当にね、あなたのタイプの人が絶対ね、市役所とかで、ね、クレームをね、言うタイプなんだなと思いましたし、とにかくね、なんか訳分かんないのが、その後もね、書き込みが来て、大阪弁護士会&東京弁護士会よりとか、なんか変な、ね、なんか自分弁護士会じゃないのに、なんか弁護士会なのって、ね、変なメッセージ送ってきたりとか、とにかくね、非常に迷惑行為ね、すごいなと思います。しかも、日弁連と言いたかったんでしょうけど、日弁弁とかね、書いてあって、どこのね、司法機関なのかなと思いますし、東京司法当局とかね、一体どこですかみたいな、オレオレ詐欺とかでね、で出てくる、なんていうの、なんとか管轄当局とか、そういう日本語じゃない、日本語みたいなね、そういった例示だと思うんですが、こういう人がね、脅迫とか詐欺とかね、するんじゃないかなと本当にね、思った次第なので、私にはそんなの全然通用しませんから、そういうのをね、ちょっとこういう人もいるんだよということをみんなに知ってほしくて、上げさせていただきました。そんな感じでね、ちょっとうちの従業員が、怖がって切って、その後にね、すぐ送って言ってきたね、ちょっと留守番電話をぜひ皆さんに聞いてもらいたいと思います。本当ね、この人悪質だし、そんなんでね、ビビると思ってるのかってね、思うんですけれども、ビビる人も世の中にはいるんで、ね、ちょっとこんなご時世ですけれども、こんなご時世ですから、ね、そういうのをちゃんと撃退していきたいと思った、次第であります。そんな感じで、今日はね、ちょっと伝説者からの留守電その後ということで、おまけでね、留守番電話の、伝道者からの電話その後ということで、おまけで、ね、留守番電話もアップロードしていきたいと思います。こんな感じで、どうぞ。ご苦労様です。そちらへ向かってますのでよろしゅう。5月29日午後4時13